レイズっていうブランドをやってらっしゃるジャガーさんがね、お店を出したんで、アメリカで古着を買い付けてきたりとか、まあ、デニムのね、リメイクを専門でやってはる方なんですけど、まあ、今回実店舗をオープンしたということで、そちらにね、突撃していきたいと思います。はい、マイブロ、今日は神戸に来ております。会場はこちら。え、ラブホじゃないですか。今日はラブホ視察と言いたいところなんですけども、今日は何、いつもよくしていただいているあの方がチョップをオープンしたということなので、お祝いも兼ねてお邪魔させていただこうかなという今回の、企画でございます。なんでここな。ここね、ちょうど近くに、たまたま背景のいいところがあったということなので、こちらをチョイスさせていただきました。使ったことあんやろ。なんかね、はい。で、まあ今回ね、リレイズっていうブランドをやってらっしゃるジャガーさんがね、お店を出したんで、アメリカで古着を買い付けてきたりとか、まあ、デニムのね、リメイクを専門でやってはる方なんですけど、まあ、今回実店舗をオープンしたということで、そちらにね、突撃していきたいと思います。僕らのね、動画見てもらってる方は、僕が一回デニムをリメイクしてもらった方がこのジャガーさんね。ありましたね。そこ行きましょうか。おはようございます。おはようございます。お久しぶり。お久しぶりです。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。ジャガーさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ああ久しぶりすぎて顔ということで、僕はヴィンテージコーナー行かしてもらおうと思います。じゃあこっちから行きましょう。待って、これがまずやばい。このコルテッツ、これ渋いっすね。これ激渋やな、マジで。これ売ってほしいソール直し入ってるけど、これめちゃくちゃ古いと思う。やばない？俺結構コルテッツ持ってるやん。これはちょっとないやろ。なんかでもレザーのやつありますけど、ここまで、ね、うん、これ多分ほんまに初期の方のやつやと思う。これマジでかっこええなこれはよだれてるぐらいえぐいやつで、まあこれコンバースの古いやつね。この辺に関してはすいません、僕あんまり知識ないんで、スルーさせてもらっていいですか。これは多分古いやつやと思う。この辺行き出したらもう俺いよいよヴィンテージの帝王になれるわな。帝王になるんすね。これとかもね、やばいんですよ。キューピーですか？違いますね。お前おもろいな。すいません。この下の古着とかも好きな人が見たら多分渋いのがいっぱいあると思うっすね。昔いた巨人が履くデニム。随分とね、大きなサイズですよね。マジででけえよな。だってこれ俺手広げるぐらいのサイズやで。これ本当に5人分くらいの布を使ってますよね。いやこれ結構古着屋さんとかにも置いてあるんやけど、多分これ値段つかへんやつなんよな。履く用じゃないから。当然ですね。うん、60インチぐらいあるな、多分。多分紙パッチで飛んじゃってるけど、ビッグEなんでめっちゃ古いっす。はい、こちらから。まあまずこれやな。オリジナルですよ、シカゴの。サイズ8ぐらいかな、もうちょいあるかな、まあ、ちょっと小さめですけど、でもすごいよ。めっちゃかっこいい。もう履けへんけどな恐れ多くて。次これ、これさっき聞いたら一発目の復刻なんで94かな。めっちゃピンピンやろ、状態。いやほんまに状態いいっすよね。でほら、なんか年代分からへん、ラッキーストライク。
これ多分吸ったらブリブリになれるで。いや、昔のやからってそんなん混ざってないですで、まあ最近出た、何だっけな、ロスト&ファウンドやったっけ、はい、ヴィンテージ加工みたいなやつ。なんでさっきのリアルなヴィンテージがを再現してるのか、このヒールの感じとかがこうちょっとねなってんのもいいっすよね。まあやっぱりリアルには勝てへんけどな、うん、リアルなやつはもう黒のところなくなってますねここまではちょっと再現効かなかったですね。で最後はこちらのコーナーですね、まあ、大好きヴィンテージのデニムですね、まあ、リーのジージャンとか。このパンツは何なんやろ、ジャガさんのリメイクかなんかなんかな。ああでもその毛糸のリメイクいいっすね。渋いっすね。まあこれからね夏に向けて短パンとかもいいと思うんで。でもこの辺とかまあ恐れ多くてね、あの触れないっすけど、でもダブル X っすね。あのこちらお値段が、18万円のタックスになっておりますね。桁間違えてないですか。何倍やと思った。いやまあでもね、お尻ちょっと破けてるんで、まあ6000円とか。はい、こいつ刺されるな、こいつほんまに。いや、こんなんとかもう探しても出てこないんでね、状態いいやつ。まあウエストが38なんで、僕にはブカブカなんですけど、まあサスペンダーとかつけて合わせてもらったらかっこいいと思うっすね。646、まあ、あの最近セーターも517とか履いてるけど、646って もっとこうラッパみたいにこうフレアになってるやつ。これもめちゃくちゃかっこいいんですよ。ほらめっちゃ良くない、そんな状態も悪くないし。はいはい、ちょっとタグ飛んじゃってるけどめっちゃかっこいいやん。これちょっと長いか。まあまあでもね、ブーツとか履けば問題なく。誰が短足や。いやいや、そんなことね一言も言ってないんですよ。いいな。この辺は古いジーンズのコーナーなんで、ぜひ皆さんね、あの見てみてください。これええな、気に入りましたね、うん、はい、というわけでね、こちら、古着のねコーナーなんですけども、まあ、こちらも買い付けほやほやということなんで、まあ、ちょっとね見ていきたいと思います。こういうやっぱ古着らしい古着っていうのは本当にいいっすよね。こういうのかっこいいよ。かっこいいでしょこれね。ジャーニーですね。バンティアな、なんちゃツアー、ヨーロツアーって書いてあるから。そうですね、ツアーのシャツですね。で身幅広くて丈短いボックスシルエット。はいはい、他にもねこういう、カバンですとか、まあ、こちらはね、ここの、ジャガさんのね、やられているリレーズの、マークがちゃんと入ってるものになってます。こういうのもね、本当にちょうどいいサイズ感なんでね、いいっすよね。カラーもね、あの結構豊富ですし、これはすごいっす。デニム靴。デニム靴。ちょっと千鳥のあれみたいになりましたけど古着だけじゃなくてものづくりもしてはるから、はいはいはい、そこポイントやな。そうなんですよ。なんとお野菜コーナーもございます。無農薬オーガニック、はい、オーガニックのねものが揃っているので、まあまあまあここに来たついでにちょっとね、あのお買い物であったり、まあ、そういうのもやってみていかがでしょうか。いや、アパレル以外にもこうやって野菜も買えるし、しかも新鮮なやつ、新鮮なやつで、あのこういう感じでカフェスペースにもなってて、コーヒーも飲めてお酒も飲めるみたいなんですよね。すごいですよね。こういうね、なんか雑貨とかがね、その何気なく置かれてるのもすごい雰囲気がね出ますよね。でもほら、皆さん大好きなね CT、 はいはいはい、なかなか日本じゃねもう見れるとこも限られてますから。いや、いろんなカラーリングがありますね。すごいな、このコンバース。やばいって。いいの見つけたんすか。いや、見てこ、まずこれデニムが山のようにあるじゃないですか。そう、別に俺めちゃくちゃコレクターとかボスみたいにめっちゃデニム詳しいわけじゃないんやけど、やっぱ俺ストリート系好きやから、最近ストリート系の
人らってデニム履いてるイメージが個人的にはあんねんけど、はいはい、ダメージ系ね。でちょうど見ててこれめちゃめちゃかっこいいなって。デニム古着とか一期一会なんで、ちょっとね、一部パックリ開いてると思うんですけど、これこのまま履くんですか？一物見せていくスタイルで。一物はギリコンプラかもしれない。コンプラ？いやこの色合いとさ、この膝ぐらいかなこれ。はいはいはい。破れてるしダメージ感がすげえかっこいいな。こことかさ。おおいいですね。めちゃくちゃ俺この好きやねんか。はいはいはい、まあ一応個人的ねんけどな。はいはいはい。でやばいのが普通の古着屋やったらさ、購入して履いてって感じやんか。そう。直せへんやん普通の古着屋やったら。まあそうですね。でもここね、ジャガさんがデニムもともとカスタムとかしてはるんで、その場でカスタムしてもらえるみたいな。ここ当て布でアツシがしてたみたいに、例えばバンダナとかさ、はいはい、とかやったりとか、もっとダメージつけれたりとか、ペンキつけたりとか。なるほど。もうここで古着の時点で世界に一つやのに、自分の色にカスタムできるっていうのがやばいっすよね。買ったそこでやってもらえるのってすごいいいっすね。そうそう、自分の思いを伝えてこういう風に作ってくださいみたいな。いやいいっすね。いや一期一会。はい、ここまで、ね、お店の紹介をちょっとしてきたんですけども、今回、ここにね来た理由はもう一つございまして、まあ、特に僕なんですけども、前回ね、僕の、まあ、TikTok とか見てくれはる人は知ってるかもしれないんですけども、前回僕のデニムをね一度リメイクしていただいたんですよ。それがねこちらなんですけど、めちゃめちゃねかっこいいんですよ。で結構コメントとかでもなんかこれどこのやつですかとか聞いてくださる方も多くて、非常に好評いただいて、僕もすごいお気に入りなんですけど、見てください。ケツがね、もうパックリいっちゃってるんですよ。普通に履いてて破けんの？普通に、まあでも本当に普通に履いてました。普通に履いてたんですけど、まあもともとね、ちょっと薄かったんで、で、お尻のところがちょっと破けちゃったんですよ。というわけで、ちょっとこのパックリいっちゃってるやつを、これからジャガさんにちょっと補強してもらいたいと思います。それではいきます。だからちょっと、はい、ここお尻がパックリ割れちゃってるんで、はい、ちょっとなんか当て布したいんですけど、はいはいはい、なんかおすすめありますか？なるほどね。この前ね、前僕がやらせてもらったんですけど、赤でいったから、はいはいはい、まあ、後ろも赤でもええねんけど、まあ、逆にちょっと後ろを雰囲気変えてちょっとミリタリーとかそういう生地を入れてもいいんかなと思ったり。じゃあミリタリーでちょっとお願いしていいですかね？はい、OK です、わかりました。ありがとうございます。やってみましょう。はい、というわけで完成いたしました。こちらになります。このこことこことこことここにね、ミリタリーの生地を貼って、まあここはもう見えへんけど、まあ、ここはちょっと糸が切れてくると、まあ、徐々にちょっと見えてきたりとか、こっちも同じように多分また生地薄くなってくると思うんで、ならもうちょっとね、緑の生地が顔出していい味出てくるんじゃないかな。いい感じに仕上がっていただきました。このね、使い込んでいくとさらにね、中から見えてくるっていうのがね、めちゃめちゃいい感じですよね。渋いです。はい、というわけでね、こんな感じで、自分のね、あのカスタムしたい感じをもう直接お伝えしながら自由なカスタムをしていただけるということなので、皆さん一度、お願いしてみてはいかがでしょうか。最後になんですけども、まあ、このお店のね、店主のジャガさんにちょっとだけ、インタビューもさせていただきたいと思います。今回のこのお店、なんかちょっとコンセプトだったりっていうのはありますか？コンセプトもね、特にもともとなくて、もともとずっと家でリメイクをね、ミシン置いてやっとったんですけど、で、たまたま3月に家族旅行でアメリカに行った時に、古着をね、買いすぎてもう家のキャパをオーバーしてしまい、どっか借りなあかんなってなって、でここ借りたんですよ。でここ借りたら、まあ路面やしガラス張りやし店にした方がいいんちゃうってなって、ほんでまあ、ちょっと飲食を絡めつつカウンターも作っちゃって、お店になったという感じです。でコンセプト的には、まあ、買い付けもねアメリカで行ってきたので、もう思いっきりね
自分の頭の中にある世界観を全部ねこの詰め込んだ、店になってます。まだまだねこう未完成の部分多いんですけど、これからね、どんどん、さらに完成度高めていってね、いい店目指して頑張っていくので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。いや本当にもうお店の中の雰囲気がすごくて引き込まれるような、ショップになっておりますので、皆さん神戸に来た際は一度、こちらに来てみてはいかがでしょうか。